今回はダイソーさんのこのこアクリルヤンを使用してでこの2色が今の仕様になっていてこれがねちょっと昔の仕様になっています21年のもので色番8番のグレーになりますでまあ、全部3つともアクリル100%で一緒なんですけれども 70g この時は1 4 7メートルでかぎ針が6から7 5号になっているんですね。 で今のものはこちらはアクリルの、えー、糸の A の6番ブラックとそれからこちらが A の2番のオフホワイトになります。で今はですね、アクリル100%で、まあ、55g115m の長さで、かぎ針は8号針になっています。 柔らかい感じなんですね。この時はね、ちょっとなんかごわっとするような感じになってるんですけれども、まあアクリルヤーンはもう通年売ってるかなと思うんですね。どこに行ってもこのアクリルヤーンは売ってるかなと思いますので、まあ皆さんお手元に手に入れやすい糸で今回も編んでいこうかなと思います。 それから今回使用していく道具はこちらになります。まずは段数マーカー、とじ針、ハサミですね。で、この段数マーカーはあの止めるときに結構使ったりとかするので多めにある方がいいかなと思います。で、それからかぎ針はこちら75針4ミ、mm、リを使用して編んでいきます。 それでは今回のこの動画ではホワイトの糸とグレーの糸と編んでいきます。で、ホワイトが1段目、グレーの糸が2段目という感じで編んでいこうと思います。それでは糸端は糸処理できるぐらいに残して、で、輪を作ります。こんな感じ。で、親指でこのバッテンのところ今押さえてたんですけれども、押さえまして、で、かぎ針をこの輪の中にまず入れます。 で、これをね、こんな感じでかけて引き出してきた方がやりやすいので、こんな感じで引き出していきます。引き出してくるとまあ、これぐらいなんですけど、ここで鎖をね、そのまんま3つ編みます。1、2、3と。で、まず長編みをこの輪の中に2回編み入れたいと思います。長編み、まず1つ目。で、2つ目と。2つ編みました。 そしたらその後に鎖を2つ編みます。1段目はえっ、ー、と長編み3目。目鎖2。目っていうのを編んでいくんですけれども、まあ、この鎖3つ立ち上げたのも長編みとカウントして123と長編み3。目と鎖を2つ編みました。これをあと3回編んでいきます。まずはええー、と長編みを3目。 はい、長編みを3目編んだら、鎖を2目。また同じところに入れて、長編みを3目。編んだら、鎖を2目。これで今、1つ、2つ、3つと長編み3目の団体ができました。そしたら、あともう1回ですね、長編み3目だけを編み入れます。1、で、2、3と長編みを3目編み入れました。 そしたら、この糸端をキューッと絞って小さくします。そうするとね、こんな感じで四角ができてると思うんですけど、最後つなげるときに中長編みでつなげようかなと思います。で、中長編みで最後の時に今度このグレーの糸に変えようと思うので、グレーの糸を用意しておきまして、 で、引っ掛けて、鎖の3目目のところ、まあこれ長編みの頭になります。その隣って言ったら鎖の3目目になるので、これの下の半目に入れますね。入れまして、で、掛けて引き出してきます。はい。この状態で、ちょっと右手で、えっ、ー、と、こんな感じで持ってまして、新しい糸をかけます。グレーの糸になるので、グレーの糸で最後引き抜きます。 でこれで1段目終了でこっちのところは糸端は糸処理できるぐらいにグレーのところを残しておいてでこの白の糸もちょっとカットしておきますねちょっとハサミこれしかなかったのですいませんこれになっちゃうんですけどとりあえずは、はい、カットしておきたいと思いますでこっから鎖をまた3つ立ち上げますで今の糸のところがちょっと緩んでるとダメなのでこのグレーの糸と一番最後まで編んでたこの白の糸ですねこれちょっとキューッと引っ張っておいてください はい。で、これもちょっと一回だけ、一回というか、ここにね、長編みを3目、また同じところに編み入れるので、ちょっと編みくるみながら、はい、ここで長編みを3つ、3つじゃないや、あと2つ編み入れます。長編みを2目、編みくるんで入れました。そしたら、次のところの、この鎖2目の角のところになります。ここに長編みを3目、また編み入れます。 長編み3目編み入れたら、角のところは鎖を2目で出そうと思うので、鎖を2つ。で、また同じところに長編みをまた3目編み入れます。はい、長編みを3目編み入れました。そしたらですね、もうこれが角になっちゃうので、もうこの角のところ、この角のところ。 この角のところ、ここはね、まだ長編み3目しか入ってないんですけれども、あと、こことここのところは、同じく長編み3目、鎖2目、長編み3目を編み入れます。また入れてもらって、で、この角のところに長編みをまずは3つ編み入れます。で、鎖を2つで角をこんな感じで作って、で、また同じ場所に長編みを3目編み入れます。2、3と。 でまたこっちに来たら長編みを3目と鎖2目と長編み3目をこの角に編み入れるという感じで編み入れていきたいと思います。 はい。長編み3目、鎖2目、長編み3目をこの最後の角のところに編み入れました。そしたら一番最初のところに戻ってきます。ここまだ長編み3目しか入っていないので、また同じくこの場所に長編みを3目編み入れます。編み入れましたら、もうこのモチーフはもう2段で完成になるので、鎖を2つ編んで、 で、鎖の3目目のところっていうと、ここが長編みの頭になるので、その隣の目、ここが鎖の3目目になります。マーカー付けてないんですけれども、わかるかなと思うので、つけたりね、外したりするとちょっと面倒くさかったりするので、まあ、それぐらいだったら大丈夫かなと思ってつけてないんですね。で、またその下の半目に入れて、最後、引き抜きます。これでもおしまいです。ほんと簡単なモチーフ編みになります。ちょっと最後割れちゃいましたね。 で、よいしょ。で、編めましたら、鎖を一つだけ編みまして、で、また糸端、糸処理できるぐらいに残してカットしておきます。で、シューッと抜いてしまって、今のここのところをキュッと引き締める。というだけの簡単なモチーフになります。モチーフが編めたら、次は糸処理をしていきます。結構ね、あの、何枚も編むので、糸処理大変なんですけれども、まずはこの今の 編んだところ、編み上がりのところをまず先にしていきたいと思います。とじ針に糸端を通しまして、で、ここが引き抜いたところのその隣の目ですね。最初のこの長編みのところの頭を取りまして、で、出してきます。で、ここからこう糸がこうピュッて出てると思うんですけれども、このところ、また穴のところですね。鎖の真ん中のところに入れて、 これでちょっとキューッとして鎖っぽくここのところをつなげます。で、裏を向けまして、で、ここのところはもう適度なところに入れて処理をしていただいたらいいので、こんな感じで移動させて、で、長編みのところが一番しっかりするので、長編みのところまでは入れていきます。で、一目戻って、 で、糸端をシュッと出す。で、ちょっと整えて、で、端を切ります。これで一つできました。そしたら次、中心のところですね。中心のところも引き締めて、で、糸端をとじ針に通します。 そしたら、ここのところは、こんな感じで、ぐるーっと一周とちょっとぐらい、この中心に合わせて入れていきます。できたら、これも、キワでカットして、真ん中のところができました。で、次は、この上のところの、このグレーの糸と、 ホワイトの糸になりますとじ針に糸端を通しましたらこれもね白のとこは白のとこで入れた方が断然モチーフ綺麗になるのでここまで入れたら今こっちの方にずーっとこうえっ、ー、とあの中心の部分を入れたのでちょっと反対の方に入れようかなと思います。少ししちょっっと行きましててで一目戻って こんな感じで出す。という感じにして、またこれもキュアでカットしておきます。はい。で、あともう一つですね。グレーのところもしていきます。はい。とじ針にまた糸端通しましたら、これは先ほどこの上のところのは、ここに入れてあるので、まあ、同じところでもいいんですけど、こっちの方に入れようかなと思うんですね。で、この一本一本に、まず、 入れてこう巻きつけるような感じでこう移動させます。くるくるくるって感じですね。はい。でここまでいったらこっちの方にまずは入れてで一つ戻って糸端をこんな感じで端まで長編みの端までしてで出して際でカットする。 という感じで、モチーフの糸処理を全部していきます。で、このモチーフの他に、 あともう2枚同じ編み方になるんですけれどもこれを編んでみてください1段目がブラックで2段目がホワイトのものと1段目がグレーで2段目がホワイトのものこの3つを編んでモチーフをつなげていきますで次のところでこのそれぞれのモチーフ何枚必要ですよっていうのを載せてありますのでそちらを参考にして、えー、枚数を編んでいただけたらなと思います では今回はこの3枚をつないでいきます。本当はね、この順番なんですけれども、ちょっとあの長くなってしまうので、つなぎ方は一緒になります。で、一番最初は1段目が黒色で、で2段目がホワイト、これをまず最初にえっと編んで、で、次に1段目がグレー、で、2段目がホワイト、これを次にこうつなげます。で、3つ目に1段目白、で、2段目がグレー、これをこうつなげる。 という感じにしていきます。まず最初はこちらから始めていきます。それでは、この角っこから入れていくんですけれども、角はどこでも大丈夫です。まず、鍵針をこの鎖2目のところに入れて、今回はあの、このベージュの糸でやっていきます。ちょっと黒だと見にくいので、ベージュの糸でしていきます。糸端は糸処理できるぐらいに残して、途中から 引き出してきます。こっちはもう糸端、糸処理できるぐらいで、ここで鎖を3つ立ち上げて、まあ、この編み方と一緒です。この鎖の2目のところに長編みを2目編み入れます。かけて入れます。で、この糸端は上に乗っけて、で、長編みを編みます。まず1つ目。で、あともう1つ。ということで、鎖3目と長編みを2目同じところに入れました。 で、この分だけはちょっと巻き込んで、えっと、処理をしてます。で、これはまた後で糸処理するので、今ちょっとこう巻き込んだだけですね。これは置いておきます。そしたら、この間のところに、同じく長編みを3目編み入れます。編みましたらもう角に来るので、角の編み方は一緒になります。長編みが3つ。で、鎖を 2つで角を出してまた同じところに長編みを3目編み入れたいと思いますはい。で、そしたらここと同じ繰り返しになるのでこの長編み3目と長編み3目の間のところにまた長編みを3目編みます 編みましたら角になるので角の編み方はこの編み方になりますので <laughs> 長編みをまずは3目あちょっと割れてますね糸割りが、はい、1回目で2回目3回目と長編み3目と鎖が2目でまた同じところに入れて長編みを3目編み入れます。 はい。で、編んだら、またこの間のところに、長編みを3目。という感じで、ここまでぐるーっと編んできました。そしたら、ここは編まずに、ここで最後になります。4つ目の角のところが最後になるんですけど、ここは長編みを3目だけ編み入れます。 はい。編み入れたら、次ですね。このモチーフ。グレーが1段目、2段目が白。これをね、繋いでいきます。こっちにこう繋ぐんですけれども、まず鎖を2つ編みます。で、編んだら、くるんと裏に向けて、この新しいモチーフですね。こっちは表になります。を、こう合わせますね。で、かけてから、えっと、この角のところに、 入れて引き出して長編みを編みます長編みでまずつないででまた同じところに入れてあと2回長編みを編みますそうするとこんな感じですねここのところがつながった感じになりますでこの場所とこの場所こことここ長編み3目と長編み3目のこの間のところをつないでいきます で、こっちは引き抜き編みでつないで、こっちの新しいモチーフのところはここ長編み編まなきゃいけないので、長編みを編むという感じになります。そしたら次は引き抜き編みでつないでいきます。で、こんな感じでと、ループを長く出しまして、で、この長編み3目と長編み3目の間のところにかぎ針を入れて、で、こんな感じでループを戻します。で、これで引き出してきて、で、かけて、 このループを引き抜くこれで引き抜き編みでつけれましたそしたら次この間のところに長編みを三目編み入れます長編み三目編んだらちょっとループを長く出して次の 真ん中のところ、長編み3目と長編み3目の真ん中のところにかぎ針を入れて、ループを戻して出してきます。で、かけてからこのループを抜きます。そしたら次、今度もう角のところに来るので、ここのところはもう長編みを3目編みます。まず長編みを3目。で、ちょっとここもね、ループを長く出しといて、 この角の鎖2目編んだところにかぎ針を入れます。で、またループを戻して、ここは鎖を1つ編みたいと思うので、鎖を1つ編みまして、そのまんま抜いてきます。で、かけて引き抜いて引き抜き編みをします。で、次は鎖を1つ。編みましたら、長編み3目をもう一度同じところに編み入れます。 はい。という、つなぎ方になります。あともう一回ここでするので、ちょっとあの、また、はい、見てみてくださいね。で、また、こっからは同じ編み方になるので、この間のところに長編みを3目編み入れて、で、角のところはこの角のこの編み方になります。長編み3目、鎖2目、長編み3目。で、またこの間のところに長編み。で、一番最後のところは長編みを3目だけ編み入れる。という感じで、ここまで編んでみてください。<laughs> はい。こんな感じで、ここまで編んできました。編み方は、ここと同じ編み方になってます。で、長編み3目を角のところに編み入れたら、次のモチーフをつないでいきます。1段目が白。で、2段目がグレー。これをつなぐんですけれども、ここまで編んだら、とここの編み方と一緒になるんですが、鎖を2つ。で、裏を向けます。で、モチーフはこちらの方が表ですね。で、糸を手にかけて、 えっと、かけてから、この穴の中に入れて、長編みで繋いでいきます。ここのところが長編みでつなぎました。そしたら、同じところにもう2目、長編みを編み入れます。で、こんな感じですね。つながりました。そしたら、ここと、 で、もう一つここですね。引き抜き編み、こっちは長編みを編むという感じでつなげていきます。まずはループをちょっと長く出しといて、長編み3目と長編み3目の間のところにかぎ針を入れてループを戻します。で、ここのところをちょっとキューッとこう小さくしておいて、で引き出してきて引っ掛けてこのループを引き抜いて引き抜き編み。 で次のののとととここここころろろモチーフ間のところですねここのところに長編みを3目編みみを目また長く引き出してループを大きくしておいて次の長編み3目長編み3目の間のところにかぎ針を入れます。でループを戻して引き出してきて開けてからこのループを引き抜きます。 という感じでここまでつけれました。そしたらここのところに長編みを3目編み入れます。編み入れましたらループをまた大きく出して鎖2目のところにかぎ針をまず入れて戻します。で鎖を1つそのままで編んじゃいます。そっちの方がねもうまた楽なので1つ編んでそのまま引き,引き抜いて引き出してきてでかけて このループを抜く。で、鎖を一つ。で、またここからは一緒になります。長編みを、1、2、3と。はい。ここまで編みました。そしたら、ここのつなぎと一緒になるので、また間のところに長編みを3目ここ編みます。で、角のところはもう、この角の編み方で編んで、 長編み3目と長編み3目のこの間のところにまた長編みを3目。で、最後の角のところにまた長編みを3目編むという編み方で、こんな感じで、あとまたもうちょっとですね、編んでみてください。はい、ここからずっとまた最後の角のところまで編んできました。そしたら、このモチーフは3枚で終わりになるので、もうここで終わりになるんですけれども、このままずっと同じように、えっ、ー、と、ここのところですね、 ここのところを参考にして、モチーフをずっとつないでみてください。で、一番最後まで編んだと仮定して、一番最後の編み方をしていきます。そしたら、最後まで行きましたら、今長編み3目だけ編んでると思うんですけども、ここのところね、折り返しずっと編んでいきたいと思うので、まず鎖を2つ編んで、同じようにここに長編みを3目編み入れて、角の編み方をします。 そしたら、この間のところにまた長編みを3目編みます。で、編みましたら、今度最後のこの角のところにね、ぐるっと一周ここのところ編んできていくと思うんですけれども、角の編み方はまだこれ長編み3目しか入っていませんので、同じようにここに長編みを3目編みます。 で、このモチーフとモチーフのこの間のところをつなぐんですけど、ここの編み方と一緒です。鎖をまず一つ編んでたと思うんですけど、鎖を一つ編んで、それからこの鎖二目のところに入れて、引き抜き編みでつなぎます。で、鎖を一つ編んで、次のモチーフのところ、まだ長編み三目しか入ってないので、ここに長編みを三目編み入れます。というつなぎ方ですね。 そうすると、ここがね、こんな感じになります。で、また、この間のところに、長編みを三目。はい、編みましたら、また、この角のところに来ます。長編みを三目、まずは編みます。で、編んだら、鎖を一つ。で、モチーフのこの鎖二目を。 えと編んでつないだところここに入れて引き抜き編みをする鎖を1つ編んで次のモチーフのところに長編みを3目編み入れるという感じですで次この間のところにまた長編みを3目編んだらもう最後にきます最後までこうぐるっときたと思ってみてくださいこのところも長編みを3目 そしたらここで終わりになるので鎖を2つ編みます。で、長編みじゃないや鎖を3目立ち上げたところの3目目のところに入れてで引き抜き編みをします。はい。でここで鎖を1つ編んでキュッと引き締めてもいいし、糸処理できるぐらいにまずは残しておいて、で抜いてしまって、 今こう引き抜き編みしたところここに入れて後ろにこう出すというやり方でもどっちでも大丈夫ですお好きな感じで処理をしてみてください。ここまでできたらこれでまた糸処理を後ろでするという感じでしてみてください。はいこんな感じでモチーフがつなげれましたそしたら次はこの上の部分を編んでいこうと思います。 まず編む前にざっとご説明をしていくと今ここで編んだベージュのところがこちらの実際編んでるのはブラックになりますで次はですね右端から糸をつけましてぐるっと一周編んでいくのが私はこちらホワイトで編んでます長編み鎖一目長編みで間に鎖を一目編んでます長編み鎖一目長編みでまた鎖っていうのをぐるっとこっちの方も編んでると思うんですけどこれをぐるっと一周編んでいきます 編めましたら、次は上の方にずっと往復編みで編んでいくことになります。で、この模様編み上で編んでる模様。編みは1段目から4段目で1つの模様編みになっていて、模様編みっていうかまあ塊になっていて、それをずっと1段から4段をこうリピートして編んでいくっていう感じになっています。で、ここにあのブラックの糸で。 色を入れれているんですけれども、ちょっとねグラデーションではなくってブラックとホワイトっていうこう何て言うんですかねコントラストがパキッパキッとなっているのでなので間にちょっと入れた方が柔らかいかなと思って入れてみたんですねなのでもう単色で編んでもいいしまた2色でこんな感じでしてもいいしもうこれはどちらでもお好きな感じでしてみてください。でホワイトのところは1段目から5段目まで編んでブラックは6段目に入っています。 で、その上のホワイトから、えっ、ー、と、ホワイトの間ですね。ここは5段。で、6段目にブラックを入れる。という感じでしてみました。では、まず最初は、モチーフの周りをぐるっと一周編んでいきます。それでは、モチーフは、ブラックが1段目で、2段目がホワイトですね。ここから糸をつけて、右上の鎖2目から糸をつけて編んでいきます。で、これが表のモチーフになるんですけれども、裏を向けまして、裏側から、 編んでいこうと思います。では、右端のこの角のところにかぎ針を入れまして、糸端は糸処理できるぐらいに残して、かけて引き出してきて、鎖を1つ編みます。これ取り付け分です。で、こっから鎖をね、3つ編んで、この3つが長編み。で、間に鎖を1つ編みたいので、1つ編みます。なので、立ち上げの1、2、3と3つと1つで、鎖はまあ4つ編みます。 そしたら同じところに入れて一回だけちょっと巻き込みながら長編みを一目と編みます。編みましたら鎖を一つ編んでください。これを入れないとこのモチーフとモチーフのこの間のところにも入れるんですけどこれがないとねちょっとこんな感じでちょっと小さくなっちゃうのではい、これは必ず入れていきます。 そしたら、長編み3目、長編み3目の間のところに入れまして、長編み、鎖1目で長編みを編みます。で、鎖を、1目を忘れずに。で、またこのモチーフ、長編み3目、長編み3目の間のところに、長編み1目と鎖が1目と同じ場所に入れて、長編みを1目で鎖を1つ編みます。 そうするとモチーフモチーフのえっ、ー、と間のつなげたところに来るかなと思うんですけれども引き抜き編みでつなげたところがねここになります引き抜き編みしたところこのここの, <laughs> このここのこのここのはいありに入れましてで長編みと鎖一目と長編みを編み入れますで鎖一つを忘れずにはい編みましたら 今度この長編み3目と長編み3目の間のところに、長編み、鎖1目、長編みを編みます。鎖1つ編む。で、またこの間のところに編みます。で、鎖を1つ編んだら、またこのモチーフモチーフの間の引き抜き編みしたところ、えー、とこっちから見た方がわかりやすいんですよね。ここですね、ここのところ。 にになりまますすすののでで左方か入れここですね長編み,と,鎖1目と,長編みとりあえず間のところに入れてみてくださいね。で鎖を1目編むという感じでちょっと端の角の端の手前まで編んでいきたいと思います。はい角の手前まで長編みで鎖1目長編みを編んで鎖を1つ今編んで終わってます。 そしたら角のところは、長編み、鎖1目、長編みを編んで、で、角って鎖2つでつなげてたと思うので、つなげてたというか間に入れて角をこう出してたので、鎖を2つ編んでください。この下も同じです。で、また同じところに入れて、長編み、鎖1目、長編みを編みます。これで角ができました。 そしたら、ここからも一緒になるので、この間のところに長編み、鎖一目、長編みをここの間と。で、から、こっちから見た方がいいかな。この間と、この間に入れて、で、この長編み三、えー、と、長編み三目のこの角のところですね。この鎖二目のところは今のこのモチーフ。長編み、鎖一目、長編みを編む。というこの角の編み方をしてみてください。で、またこの間に、ここの編み方で編みます。 で、またこの間のところですね。ここもこの編み方と一緒になるので、ここにですね。はい。長編みと鎖1目長編み編む。という感じで、こちらを参考にしてぐるっと1周編んでみてください。こんな感じでぐるっと1周編んできました。で、今角の手前のところまで編み入れています。で、角のところは、えっ、ー、と、鎖も1つ編んでます。で、角のところは、 同じように長編みと鎖1目と、で長編みを編んで、モチーフの最後は鎖2目で繋ごうかなと思うんですけど、ここね、中長編みで繋ごうかなと思います。中長編みなので、かけてから3目目のところ、まあこの鎖の1つ、えっ、ー、と手前の方なので、ここに入れまして、下半目に入れて、引き出してきて、3本を一気に引き抜い ででこれで中長編みを編みみをましたという感じで今ぐるっと一周編んできたのでここから上ですねここは模様編みを編んでいきますそしたら次はこの模様を編んでいくんですけれどもこんな感じで編んでいこうと思いますこれは4目で1模様の模様編みの1段目から4段目これをリピートしてずっと編んでいくことになりますけど、えっと、この 今先ほどここを編んだと思うんですよね。ここの部分。長編みと鎖1目と長編み。この間のところに、この長編み3目、1段目のところですね。これを編んでいこうと思っているので、これちょっと鎖でわかりやすく書いてはいるんですけれども、実際はこの間のところに編んでいきます。 1>, で1段目のところより5段目のところの方が参考になるかなと思うので実際に参考にしていただくのは2段目3段目4段目それからまあ1段目と同じ5段目ですねここをリピートして、あのー、参考にして編んでみてくださいでは1段目です鎖を1目編んででこの中長編みでつないだこの穴のところに入れまして側に入れて細編みを1目でマーカーを目印につけておきます 編んだら鎖を3つ。で、またこの穴のところに長編みを3目編み入れます。そしたら次は、次のこの部位の間のところ、ここに編みます。細編みを1目と、で、鎖を3目編みまして、 またこの鎖1目のこの穴のところに長編みを3目編みます。まず1段目はこういう編み方になります。でまたこの次の V の間の鎖1目のところに入れて細編みで鎖が3目で間のところに長編みを編みます。という感じです。 この V の間に編んでいきます。はい。こんな感じで、この V の間、間、間、間という感じで、端の方まで編んでいきたいと思います。こんな感じで、V の間の鎖1目のところに模様編み編んできて、一番最後のこのところですね。この鎖2目編んだところ、ここに最後は細編みを1目だけ編みます。 はい、これで1段目の終了です。それでは次2段目はこちらからですね、鎖3目立ち上げて、細編み最後に編みました。ここに長編みを1目編みます。で、鎖を3目編んだところに細編み。で、細編みだったところ、細編みだったところっていうか、細編み編んだところですね。ここに長編みと鎖2目と長編みを編む。という感じで、最後は長編み2目で終わります。 では、鎖3つで立ち上げて、で、編み地をひっくり返して、向きを変えます。こっちの方がね、表になります。今編んでた方向が裏です。この裏になっている方。はい。で、同じく、長編みじゃないや、細編みのところに長編みを一目編みます。編めましたら、鎖と長編みの間のところをここに入れて、細編みを一目。 で、鎖のこの根元のところが細編みでした。細編みのところに長編みと鎖が2目と、で、また同じところに入れて長編みを1目編みます。という繰り返しです。はい。長編みと鎖2目と長編みを細編みのところに編んだら、鎖とこの長編みの間のところに細編みを編んで細編みのところに 長編み1目鎖が2目でまた細編みのところに長編みを編みますでまた鎖と長編みの間に細編みでまた細編みのところに同じく長編みと鎖2目と長編みを編むでまた鎖と長編みの間に細編みという繰り返しになりますはいこれでまた端まで編んでいきたいと思います はい、端の方まで編んできました。で、今、細編みの上のところに、長編みと鎖2目、長編みを編んだら、ここが最後のところになります。鎖3目あると思うんですけれども、ここの間のところに、まず細編みを1目編んで、で、長編みを2つ編むのが、この細編み、マーカーついてるところ。ここに、長編みを最後に2目編んで、1、 で、もう一回ですね。2と編んで、これで二段目の終了になります。次三段目はこちらの方に編んでいきます。まず鎖3つで立ち上げまして、編み地をひっくり返したら、と長編みの頭のところに長編みを1目編みます。で、今度は細編みのところに編んでいくんですけれども、前段で細編みを編んだところ、ここに、えー、と細編みを編んでから、 鎖を3目編んで長編み3目を同じく細編みのところに編み入れるという感じです。で、細編みのところ前段のところに細編みを編んだら鎖3目と長編み3目を細編み、前段の細編みのところに編み入れるという感じです。で、最後は細編みを編みましたら鎖を3つ編んで長編みの2目一度押します。というのが3段目ですね。になります。 それでは3段目、鎖を3つ編んで、編地をひっくり返しましたら、最後のこの長編みの頭に長編みをまず1目編んで、で、マーカーを鎖3目目のところにつけておきたいと思います。で、編めたら、前段の細編みのところと言いますと、ここになります。一番最初はここになります。ここに細編みを1目と、 鎖を3つ編みまして、またこの細編みのところにスポットを入れて、長編みを3つ編みます。2、3と。今度3段目はこれの繰り返しです。次の細編みがこの V の左の方にあります。ここに足があると思うんですけど、ここが細編みの頭になるので、ここに細編みで鎖を3目編んで、 同じところに長編みを1、2、3編んだら次の細編みがここになります。細編みのところに入れて細編み、鎖3つで長編みを3目という感じで端の方までまた編んでいきたいと思います。端の方まで編んできました。で最後の細編みのところ、この部位が見えると思います。この手前のところですね。 ここに細編みがあるので、最後はこの細編みに細編みと鎖3つを編みまして、で、長編みの2目一度をしていきます。かけてから細編みのところに入れて引き出してきて、最初の2本だけをかけて引き抜きます。で、これ未完成になりました。そしたら、ここの3目目のところっていうと、ここが長編みの頭になります。 で、その隣のところ、ここがね、鎖の3目目になるので、まあ2本ぐらい取った方がいいかなと思います。この下の半目1本に入れたら2本ぐらい取れるかなと思うので、そのまんまでかけてから、先ほどの場所に入れて引き出してきて、4本になってるんですけれども、最初の2本だけを引き抜きます。これで3本になったのを一気に引き抜いて、2目一度します。これで3段目の終了です。 では次4段目です。4段目はこちらの方にずっと編んでいきます。まずですね、鎖を1つ立ち上げましたら、長編みの2目一度したこの頭のところに細編みを1目編みます。で、編み入れ方は2段目と全く一緒です。この細編みのところにこれを編んでたと思うんですけれども、また同じく細編みの頭のところに長編みと鎖2目、長編みを編み入れます。で、鎖3目のところが細編み。 で、次の細編みのところに長編みと鎖2目長編み。鎖3目のところは長編み。という感じで編んでいって、最後は鎖3目立ち上げたところ、ここに細編みを1目編んで終わりになります。では4段目、鎖を1つ立ち上げて編み地をひっくり返して向きを変えます。そしたら、えっと、長編みの2目一度したところ、この頭のところにまずは細編みを1目編んで、で、真っ赤を目印につけておきます。 そしたら2段目と同じで細編みのところに長編みとええー、と鎖2目。目長編みは見れるので一番最初はここになります。この場所に長編みと鎖2。目とでまた同じ場所に長編みを1目。編みましたら、鎖3。目目のところと長編みの間のところ、ここに細編みを1目。 で、鎖のこの下の細編みのところに、長編みと鎖2目と長編みを編む。で、また鎖3目とこの長編みの間のところに細編み。という感じで、端まで編んでいきます。端の方まで編んできました。 で、このマーカーのついているところ、これ鎖3目立ち上げたところになります。その右隣にここに細編みがあるので、そこまで長編みと鎖2目と長編みを編み入れてきました。そしたらマーカーのところに最後細編みを1目編みます。マーカーのところ、鎖の3目目のところになります。ここに細編みを1目。これで4段目終了です。 それでは次、5段目になります。5段目は1段目のリピートで、こちらの左の方に編んでいきます。では、鎖を1つ立ち上げて、編み地をひっくり返して、向きを変えましたら、まずはですね、ここですね、細編みを最後に編んだところ、ここに、また細編みからスタートします。細編みを1目、で、マーカーを目印につけてみてください。そしたら、鎖を3目編んで、 細編みのところに長編みを3目編みます。編んだら次の細編みのところがこの V の右にあります。また細編みの頭に入れて、細編み1目、長編みを3目、えっと、長編みじゃない、鎖を3目、で、長編みを3目編みます。1、2、3と。 編み方はね、一段目とか三段目のあの編み入れ方と一緒になるので、細編みのところにこの模様編みを編む。という感じで端まで編んでいきたいと思います。端の方まで編んできました。で、今は、えっ、ー、と、この V のところ、長編み、鎖二目、長編みの一番最後のところの一つ手前ですね。ここの細編みのところに今模様編みを編んで終わってます。そしたら、次はここに細編みを一目編むんですけれども、六段目で 私は糸をブラックの糸に変えようかなと思ってるんですね。で、ちょっと黒だと見えにくいので、またベージュの糸にちょっと変えようかなと思います。まずは細編みの頭に入れて、かけて引き出してきます。で、その状態でベージュの糸に変えちゃいますね。これで引き抜きます。糸端は糸処理できるぐらいに残してみてください。はい。 でこっちの糸もまあ、同じぐらいの長さに揃えましてカットしておきます一旦カットしてこの1段だけはこちらの色で編んでいきます。で抜けるとダメなので次の、えー、と6段目は2段めと一緒で鎖3目で立ち上げてっていうのになるので鎖を3目編んじゃいますね。でちょっと軽く結んでおきます。 で、編み地をひっくり返しまして、ここからはもう2段目と一緒の編み方になります。細編みのところに長編みをまたもう1目編んで、その次にここですね、鎖3目と長編みの間のところに入れまして、細編み。で、隣のこの細編みのところに長編みを1目と、鎖を、 ちょっと小さめな方がいいですね。鎖2目と、また同じところに長編みを1目。で、鎖3目と長編みの間に入れて、また細編み。で、またこの細編みのところに、長編み、鎖2目。で、長編みを編む。という感じで、つなげていきます。はい。これで、ちょっとまた端まで編んでいこうかなと思います。 はい。端の方まで編んできました。で、今、鎖3目と長編みの間、最後のところに細編みを1目編んで、一番最後は長編み2目になります。マーカー付けといったところに長編みをまず1目編んで、次の時に糸をまた変えます。引き出して、最初の2本を引き抜きます。で、次、2本を引き抜く時、この時に、こっちの また私はこのイエローになるんですけどマスタードかになるんですけどこれで引き抜きますこっちの糸端は糸処理できるぐらいに残してでまたベージュのところは1段で終わりになるので糸をカットしておきますでこっちの方もちょっと軽く結んでおきますそしたらこっからは一緒になります今のところが2段目と同じところになるので次が 三段目ですよね。なので三段目のところを参考にして編んでみてください。三段目は鎖3つから始まるので、3つ編みまして、編み地をひっくり返して、で、またここですね。一番最後の長編みのところに、長編みをまた1目編む。という編み方に、はい、なっていきます。で、細編みのところに、細編み、鎖3目、で、長編みを3つ編み入れる。 という編み方ですね。細編みのところに細編み。鎖3目。ここはもうリピートになるので、えっ、ー、と、また、下の概要欄のところにタイムコードを貼ってありますので、そこをポチポチっと <laughs> 押していただいて、えっ、ー、と、見ていただいて、一緒に編んでみてください。で、この編み図通りに7段目のところが3段目と一緒になります。はい。で、3段目から5段分。 は、この黄色のえっ、ー、とマスタードの色で編みましてで、その次の段3段目、3段目、4段目、5段目6段目でまた3段目ですね。編んだら次の4段目のところ、ここがえっ、ー、とこのベージュの色になります。という感じで、間は5段で6段目で、ここのえっ、ー、とベージュの色に私は変えてます。で、また5段ベージュの色に変える。5段。 ベージュの色に変えるという感じで編んでいきますこんな感じでずーっと実際には編んできました で、私は6段目のところにブラックが入っているので、その6段分かける1、2、3、4、5、5つ分ですね。なので6かける5で、ここまで30段。それにプラスして6段分編んであります。で、最終段のところが、この図で行きますと4段目ですね。細編みで始まって細編みで終わるという段になってます。 で、次はこのモチーフと、それから今編んでたもの、これを編み繋なぎながら繋いでいこうかなと思います。そしたら一旦この編み上がりの糸はカットしておこうと思います。鎖をちょっと一つ編んじゃって、で、糸端は糸処理できるぐらいに残してカットします。で、ちょっと引き締めておきまして、で、編みつなぐのはこちらの方のモチーフ、ここに糸をつけて、 で、こっちとこっちをこう合わせるようにしていこうかなと思います。それでは編みつなぐ前に、えっと、こっちが表面になります。モチーフ表面。で、こっちがモチーフの裏面。で、こっちが編みつなぐ方ですね。で、これが裏という感じになっていて、表同士、これですね。こんな感じでしていくんですが、このモチーフとモチーフつなぐところが70個あるかなと思います。 この一番端っこのところから数えて、この真ん中のところ、真ん中のところ、ここを合わせていくんですけれども、一番端っこのところと、まず一番端っこのところ、このところと、ここだったらね、この三角のところの左のこの一番端っこの目ですね、ここ同士をまずつなぎます。で、そしたら、ここが、えっと、今つないだところ、一つ目、二つ目、 で、三つ目っていうと、この間になります。モチーフとモチーフのこの間のところが三つ目。まあ、この三つ目のところと、ここだったら端っこのところの隣、この三角の1、2、3、三つ目のところ、こことここをね、こんな感じでつないでおきます。70個あると思うので、ちょうど、あのー、大丈夫つな。つなげれるかなと思うんですね。 で、また同じように、えっと、ここが今つないだところで、1、2、で、3、3つ目のところ。3つ目のこの引き抜き編みをしたところになります。ここと、ここのところも、1、2、3、3つ目のところ。えっと、ここですね。をつなぐ。で、この、 モチーフ、モチーフの間のところ、それが三つ目になるので、それをずっと繋いでいきます。繋いだ方が分かりやすいかなと思ってしてるんですけれども、繋がなくても三つ目ってわかるようだったら、このマーカーでこう止めるのは全然しなくても大丈夫です。一番最初と、最初そうじゃない、最初と、それから最後、ここだけね、こう繋いどいたらわかるかなっていう方はそれでも大丈夫です。 はいそんな感じでちょっとつなげましてそこからしていこうかなと思いますこんな感じでずっとマーカー同士ですねつけてきましたで、左端のところのこの一番端っこのところそれから右端のところですねでその間のところはこの長編み3目と長編み3目の間のところと この三角、まあ鎖二目編んだところ、ここをね、こう合わせていったら70、70、七十でぴったり右端、左端がね、合うかなと思います。そしたら、と糸端を出してきまして、で、糸は、とこの右端ですね。鎖二目のところ。ここから、モチーフのところからつなげていこうと思います。では、モチーフをつなげていきます。この右端の角の 鎖2目のところここにかぎ針を入れて糸端は糸処理できるぐらい残してみてください糸をかけて引き出してきて鎖一つで取り付けますはいでこっから鎖を123と3つ編みます3つ編みましたらこの鎖をちょっとこう大きめに出しましてモチーフ同士つなげた時と同じようなやり方でやっていこうと思います ここの一番右端のこの目ですね、ここのところにかぎ針を入れます。で、ループを戻しまして、で、こっちの糸をギューッと引っ張って小さくします。で、手にこんな感じでかけて、これを引き出してきます。はい。で、鎖を一つ編みまして、 で、また同じところに長編みを編みます。でも、ちょっとここね、今、ぶわっとこうなってると思うので、この糸端を引き締めつつ、えー、こっちか。こっちですね。この糸端、ちょっとキューっとして、これで長編みをね、巻き込みながら、はい、一つ長編みを編みたいと思います。これはね、ちょっとこっちの方ですね。こんな感じでちょっと取り付けれました。ここはね、また後で糸処理。 したいと思いますここですね今つけたところはいでできましたら次鎖を一つ編みますでこっちの編み方は反対の方でもモチーフつけたと思いますこっちであのー、長編み鎖1目長編みで鎖と編んでたと思うんですけれどもそれと編み方は同じになります なのでかけて、次はこの長編み3目と、この角っこのところの、この長編み3目のこの間のところ、ここに長編みをまず1目編んで、で、鎖を編むんじゃなくって、ここのループを長く出しまして、次のところ、ここになります。長編みと長編みと鎖2目のところですね。ここに入れまして、ループを戻します。で、これで出してきて、 1> 鎖1つ。これがね、あの間の鎖1目にしたいと思います。で、また同じところに入れて、長編みを1目。はい。で、編めたら、鎖を1つ忘れずにつけてみてください。こんな感じで2つですね。今、つけれました。そしたら次ですね。またこの長編み3目、長編み3目のこの間のところ、ここのところに、 まずは長編みを1目で編んだらちょっとループを大きく出しまして次のところはここの今入れたところの隣になるのでここに入れましてかぎ針をループ戻して出してきますで鎖1つでつなげましてでまた同じところに長編みを1目で鎖を1つ忘れずにつけます そうするとこのののモモチーフモチーーフフの間のとこころにきます。これ黒で見にくいかもしれないんですけどここですね引き抜き編みをしたところここが鎖1目鎖1目ここが引き抜き編みで付けたところになります次はここのところに入れまして長編みを1目よいしょで鎖ではなくて 伸ばしておいて次のところはここになるのでかぎ針を入れてからループを戻しますかぎ針で、キューッと引っ張って引き出してきます鎖を1つ編みますで、また同じところに入れて長編みを1目で、鎖を1つ長編み3目長編み3目の間のところに入れて長編みを1目で、ループを大きく出しといて 次はここになるので、かぎ針を入れまして、ループを戻します。で、引き出してきて、鎖を一つ。で、また同じところにもう一回長編みを編む。という感じになります。そうするとね、こういった感じでね、つないでいきます。はい。という感じになるので、 これををずーっとと同じことを繰り返してて、いいただいて端まで編んでいたただけたらなと思います。こんな感じでモチーフを一番最後のこの角の手前まで編みつないできましたそしたら一番最後のこの角同士のところは今はこれ鎖1つ編んでますで角の鎖2目のところここに入れてまずは長編み1目で鎖を1目で長編みを1目編みます で編みましたらここのところでつなごうと思うので鎖を一つ編みましてでループをこう伸ばしますで反対の方の一番最後の目のところここにかぎ針を入れますでまたループを戻しましてちょっと白いのでね見えにくいかもしれないんですけれどもこんな感じでねこっちのところは端っこのところで今このループを戻してこれで 引き出してきて鎖を一つですねはい編みましたでもここからはもう一緒になります長編みをえっとまず編んで鎖を1目でまた同じ箇所に長編みを編みますという感じで今端まで編んできて角まで編んできました そしたら、ここからはまた同じ糸でぐるーっと編みまして、最初のところに戻っていきます。で、編み方はもうこっちの編み方と一緒になるので、こちらの方を参考にして編んでみてください。もう簡単だと思います。ここら辺とまあ一緒になりますのでね、角のところも。はい。そんな感じでぐるっと一周編んでいきたいと思います。はい。こういった感じでぐるっと一周編んできました。 で、最後の角のところに長編みと鎖1目と長編みを編んで終わってるんですけれども、一番最後は鎖を2つ編みまして、で、ここ繋いだところになります。こっちのモチーフのところと、こっち、モチーフじゃない、編んだのとこっちのモチーフのところですね。ここ繋がってると思うんですけど、この同じ場所、こっちの方ですね。この場所に入れまして、で、最後引き抜き編みをします。 で、鎖を一つ編みまして、で、また糸処理できるぐらいに残してカットしておきます。で、最後はキュッと引き締めて。これで全体的にこんな感じで出来上がりました。こちらが今、うん、編んだ方ですね。で、こっちが一番最初に編んだ方という感じになっております。こんな感じで整えまして、測っていきますと、 51の長さになってますで今はもうこれなんですけれどももう一つ外にね今白で終わってるんですが黒でもう一回ちょっと引き締めようかなと思いますでここのところとかも結構ね斜めになってるかなと思うのでそこもね直しつつという感じでこのところもぐるっと一周ブラックの糸で編んでいこうかなと思いますでは周りの縁編みはこのモチーフのところのこの角があります で、一つ目のこの部位ですね。このところから始めていこうと思います。鍵針をこの真ん中に入れまして、糸端は糸処理できるぐらいに残して、糸を引っ掛けて引き出してきて、鎖を一つ編みます。で、こっから鎖を三つ編みまして、で、ここのところに長編みを6目編み入れるんですけれども、 これを糸端をちょっと編みくるみながら長編みを6目編んでいきます。はい、長編みを6目編みました。そしたら次この V と V の間の鎖1目のところ、ここに長編みを2目編み入れます。 ちょっとブラックで見にくいかもしれないんですけど、ここは今ね、鎖3つ立ち上げたの。これを長編みとカウントするので、これプラスあと6目ですね。長編みを編み入れて、長編みを2目、鎖のところに編み入れました。これの、えっと、順番でいきます。この V の間のところ、ここは長編みを斜め。で、この V と V の間の鎖1目のところには長編みを2目編み入れます。ということなので、次は長編みを斜め編み入れていきます。 はい。長編み斜め編んだら、次の鎖1目のところが長編み2目。で、次、この V の間の鎖2目のところにスポットを入れて、長編みを斜めという感じで、端の方まで編んでいきます。こんな感じでずっと角の端のところまで編んできました。そしたら角のところは、ここの角の手前にこう V、 で、左にも V と角のところにこう編み入れてると思うんですけど、ここの部分は長編みを5目。で、ここも長編み5目編み入れようかなと思います。で、鎖2目のところには長編み4目と、で、間に鎖を1目編もうかなと思います。1目編んで、また長編み4目っていう感じにして、ここからも通常通りですね。長編み2目。で、ここが長編みが斜めで、2目入れて、斜め入れるという感じにしようと思います。 まずはここのところ、長編み5目編みます。はい、長編みを5目編みました。そしたら角のところになるので、ここがまずは長編みを4目編みます。で、間に鎖を1つ編みまして、また同じところ、ここに長編みを4目編みます。 ちょっとね、鎖1目のところがポキッと折れるのでこうふにゃーっとした感じのフリルになっています。そしたら次隣のところはまた長編みを5目編みますはい長編みを5目編んだらこっからも通常通りって先ほども言ってると思うので鎖を1目編んだところに長編みを2目 で、次のここのところに長編みを斜め。という感じで、この端のところですね。ここの、ちょっとあの端というかここまでですね。ちょっと手前までは編んでいきたいと思います。はい、こんな感じでずっと編んできました。長編み2目入れて、ここの V のところは長編みを斜め。で、ここは長編み2目。で、V の間のところは長編みを斜め。で、な長編み2目。で、長編みを斜め。 で、その隣のところに長編みを2目編んで、これで終わっている感じですね。そしたら次、こちらの方、もう何もないんですけれども、ここも等間隔で編んでいこうかなと思います。ここのところはもう何も細編みとかも編んでなくて、そのままになっているのでと、等間隔って言ってたと思うんですけれども、長編み斜めと長編み2目、これをまた交互にずっと編んでいくだけになります。 で,ずっと編んでいきましてで、またここのところに来ると思うんですけれどもこの V の間のところは長編みが斜めになります。でその隣の隣とここころ、ここに長編編みを2目編むということはここの隣のところで長編みを斜めで終わればいいのでそんな風な感じで長編み斜め <laughs> 言いにくいなで長編み2目これをずっと繰り返していって。 っていう感じですね。先ほどのここが長編み斜めになるようにすればいいだけになるので、その感覚でずっと端まで編んでいきます。で、端っこのこの編み方は、えっと、今先ほどしたここですね。ここと同じような編み方になります。ここのところを参考にして編んでみてください。で、この角の続きで長編みを2目編んだ後っていうのを少しちょっとここら辺まで編んでみたいと思います。 2目編み入れたら次が長編み斜めなのでちょっとこれぐらい開けた感じですね。これで長編みを斜め編みたいと思います。はい、長編みを斜め、すごい暗くて黒くて見えづらいかもしれないですけれども長編みを斜め編み入れました。そしたら次、長編みが2目になるのでこれのあたりかなっていうところに長編みを2目編み入れます。で、次が長編み斜め。 ここら辺かなというあたりに,に、はい、長編み斜め編みました。で、また、えーと、ここに編み入れてるので、これぐらいかなと思います。長編みを2目。まあ、これぐらいの間隔で、ずっと編んでいって、で、先ほども、えーと、申しました。ここのところはそういう編み方で、ぐるっと一周編んでいきたいと思います。 はい、こんな感じでぐるっと一周編んできました。まだ最後のところ編めてないんですけれども、ここのところはまあ間のところになるので、長編みを2目編み入れます。1、2と編み入れて、最初の立ち上げた鎖3目目のところ、まあ、長編みの隣になるので、ちょっとこれでは見づらいかもしれないんですけど、この間のところとかでも大丈夫です。 はい最後引き抜きましてこれで終わりになります鎖を一つ編みまして糸処理できるぐらいの長さにカットしますで抜いてキュッと引き締めてこれで完成になります全体的な着画の画像は次のところでトルソーに着せてるのがありますので羽織らせてるのかありますのでそちらを参考にしてみてくださいでそれから8位、えー、と糸始末ですね私は編み終わりのところ と編み始めのところどこだここですねここしかないのでまぁ、あ、そこを処理して私は終わりになりますで皆さんある方はそれぞれあの糸のところに始末をして、えー、処理をしてみてくださいでこのサイドのところなんですけどちょっと斜めになってる部分があるんですけれどもちょっと編み方でこんな風になるんですが丈もこれ長いですし羽織る分には全然あのそこまでは気にならないかなと思います 使った玉数は、グレーが1玉、モチーフのところでこう使った分と、それからブラックが4玉プラス、ちょっとね、縁のところで足りなかったので、1玉追加で、まあこれは半分も全然いってないです。少し残っあと、使っただけなので、まあ、結構残ってる感じになっています。4玉プラス5玉目少しですね、使用しました。 で、ホワイトが、えっと、これ、残ったのと足したら 110g になっているので、まあ、これ、2玉分になります。2玉で、3、4、5、6、7、8と。で、9玉目入って、これが半分ぐらい残ってるかなっていう感じになってます。 今からの季節すごくね、寒暖の差が激しいかなと思うんですね。雨の日が寒かったりとか、あと晴れた日でも朝と晩と全然ね、昼間と気温の差があるかなと思いますので、そういう時にちょっと羽織ったりとかできるかなと思います。膝掛けにも使用することもできますので、よろしければ編んでいただければなと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。